はい、こんばんは。今日の夕飯はクリームシチューを作ったので食べていきたいと思います。サラダほうれん草というね、アクが少ないサラダとしても食べられるようなほうれん草を使って作りました。あとはね、じゃがいもはインカの目覚めとか男爵芋、混ぜてみました。食べていきたいと思います。いただきます。ほうれん草のシチュー、ほうれん草入るだけで一気になんか体に良いものに変わる感じがするので、美味しいですね。下茹でしないで使っても普通に美味しいほうれん草ですね。普段はご飯をこのシチューに入れて食べたりするんですけど、今日はね、こうやって混ぜずにこう乗せて一緒に食べたいと思います。なんかね、シチューにご飯を入れるのは邪道だみたいな考えの方もね、いらっしゃってね、皆さんはどうですか？私は小さな頃から、ご飯とシチュー一緒に食べる派なんですけど、美味しいですね。普通にカレールーみたいな感じで、シチューのね、ルーを使ったんですけど、牛乳を使って水を一切使わずに作ることで、野菜の水分と牛乳だけで作ると美味しいですね。シチューはより一層美味しく感じます。ドリアみたいな感じで、シチューと一緒に食べるのがいいですね。インカの目覚めもね、とろっとして美味しいじゃがいもですよね。
クリームシチューとかクラムチャウダーは冬場のに食べる印象が強いんですけど、うん、まだまだ新潟はね、肌寒さが残っていて、風の冷たさというかあって、ちょうどいいですね。クリーム系の、あったまる系の食べ物がまだまだ恋しくなる。ラスト。美味しかった。というわけで、今日の夕飯、クリームシチューを食べる動画でした。おしまい。